言ってくれてるもしか。あ、お散歩いいね。お散歩っていいね。結構したんだ。今だって6時だもんね。え、なになに？こんばんはってすごい言ってくれるんだけど、あ、やば、タイムラグがあるからね。ちょっと久しぶりでさ、人見知りしちゃう。ちょっと大学、あ、冷凍パイナップル食べてた。結構なんか局所的なやつだね。冷凍パイナップルか。美味しそう。うまい。ゲームしてた。いいね、ゲーム。ゲームは何が得意なんですかね。ゲームいっぱいありますからね。奥深いでしょ。焼きそばを、言ったらダメや、そんなこと。ああ、みんな言うやん。部活、いいね、部活。何部なんだろう。ポケモンね。なんか今なんか流行ってるよね、ポケモン。マギタンがポケモンやってるのかな。それは見てた気がする。楽屋とかで。マギタンはゲームがすごくやってるイメージがあるし、また今度イベントもあるので楽しみですよね。スプラトゥーンのイベント。楽しみ。麦恋でゆみきさん、何？ちょっと流れちょっとごめんなさいね。髪を切ってました。いいね。どのぐらいまで切ったんだろう。みきちゃんは夕飯何食べるの？何食べよう。迷ってる。さっき、厚揚げのあんかけみたいなのを作って食べたんですけど、ちょっとすごいね、美味しくできて、お腹満たされたなって思うので、夕飯はちょっとなんか、何食べよう、何食べ、なんか一緒のもの食べたいね。一緒のもの食べようか。逆に何食べたか教えてほしい。何食べるか。一緒のもの食べたい。いいね。 やめて、私にそんななんか NG ワード言わせようとするのやめてほしい。怖いから。あ、カレーね、いいね。じゃあカレーにしようかな。じゃあ私はですね、今日実はピラティスをしてきました。すごい、まあね、なんて言うんだろう、まあ、お家でやったんですけど、見よう見まねで、すっごい、実はね、ピラティスも通ってるんですよ。通ってて、すごいなんか自分の中で、なんか私はすごく猫背なので、それを直したいなと思って、その先生がいろいろ教えてくださってて。で、私はすごくそれがためになったなって思うし、なんかちょっと姿勢良くなったなとか、ね、筋肉の意識を高められるなってすごい思ったので、自分でもお家でやってみようと思って、ちょっと見よう見まねでやってみました。皆さんも一緒にどうですか、ピラティス。リカちゃんもやってるんだもんね、ピラティス。そう、リカちゃんがやってるって言ってた、ラジオで。はい、ということで、まずは麦帯選手権をやりたいと思います。今週の競技はおしぼりどうぞです。言ったことありますか、おしぼりどうぞ。このボックスの中にはおしぼりがたくさん入っています。ここに手を入れて、一つかみでおしぼりを何本つかめるかを競い合います。週の中で最もたくさんのおしぼりをつかむことができたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで、この中におしぼりがいっぱい入ってるんですけど、このね、蓋は最初開けて OK なので、手がね、大小人それぞれあるので、ちょっとね、これ開けていこうということで、開けようということになりました。ということでね、前回のやんちゃんが30本 結構取ったなっていう感じなので、私はちょっと気合を込めて頑張りたいなと思います。あれなんですよね、今回ストップウォッチとかないから切り替え難しいですね。では用意スタート。むずー、まだやってないんだけどね。いくよ。 ちょっと待って。いい開けていい？あ、待って。あ、ちょねねね、1回だからね。どうだ。あ、結構いったんじゃない？じゃあ
じゃあ行きます。じゃあバラバラバラと、あ、行った、行ってないかな、行きます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15、あ、16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27、うわうわ、ちょっと3問及ばず、ちょ27でした。ショック、まあ腕っぷしには自信がなかったんで、それにしてはもう頑張った方かなって思うので、ちょっと今回はやんちゃんに負けを譲ってあげましょう。はい、ということで木曜日ゆみきなお、なんかいいね、やんちゃんの次のなおってさ多くないの、やんちゃんの次にあるの27 27。うわー、負けたのか、なんだか悔しいな、ちょっとだけ悔しいな、言っとこう悔しいって。じゃあこれはもう戻しときます。あ、悔しいな。これさ、なんかコツとかあるのかな、 おしぼりを、おしぼりいっぱいつかめる人ってなんか職業柄とかあるのかな、難しいね。そう、お疲れさ、悔しいです。ん、うん、あ、ピアノやってる人、あ、私ピアノやってたんだよ、結構やってた。3歳ぐらいから中学生ぐらいまでずっとやってて、あのだって先生のことあだ名で呼ぶぐらい、あの常連だったから結構ね仲良しだった。あのね、言ってもなんか結構身内ぐるみというか、なんかおばあちゃんの弟の奥さんがピアノの先生だったから、その人に教わってて、今でもねすっごくねパワフルで、たまにその親戚一同大にぎわいっていう時間があった時にたまに来るんだけど、その時にいつもね、いつも見てるよ、何なの番組見たよってすごい言ってくれて、もう誰よりもハイテンションで、なんかもう花火みたいな感じでもう打ち上がって帰っていく人がいて、なんかその人に教えてもらってて、一応弾けます今はね弾けないんだけど、でもだってもうないからないからね。そう、あ、ごめんなさい、全然話がさ進まない。え、待って、今日15分から始めたからさ、何分に終わればいいの、なんかマイナスができないんだけど、なんかまあまあまあ、皆さん、あ、45分に終わればいいので、ちょっとそこら辺になってきたら皆さん教えてください。はい、ということで近況報告をしてまいります。今は絶賛人は夢を二度見るが発売中なんですけど、皆さん二度見ステップとかやってくれてますか。あのTikTok さんとかでね、あのさくちゃんとかガキとか、まあ、それこそメンバーが二度見ステップやってるんですけど、皆さんもぜひなんかね、会社とかでもやってほしいし、なんかやっちゃいけないのかな、まあ、なんかね、人目があるところでもやってほしいし、人目がないところでもやってほしいし、なんかね、みんなに自慢してほしいです、これ二度見ステップって言うのよみたいな感じで、ちょっとなんかねやってくれたら嬉しいなって思います。お母さんがねやってるみたいですよ、私のお母さんが。あのなんかね、楽曲が流れるとお母さん踊り出しちゃうみたいで、あの一回ねどっかのね、あのところで曲が流れてお母さんが急に二度見ステップを踊り出して、妹が全力で止めたって言ってました。そんな感じでちょっとうちの中では流行ってるんですけど、皆さんぜひはい、いいですね。あのさっきからもあのちょろちょろ来てたんですけど、その乃木坂工事中のね、あのスピードクイーン決定戦の前編があの公開されていまして、その時に私がとんでもない顔をなんか
もう見せてしまったようで、本当にすいませんね、すいません。私はまず経緯を説明しますと、まあモノマネでゴリラをやったんですけど、一瞬でそのゴリラっていうモノマネが出ることは知らなくて、でそれでパッて来て「あ、ゴリラやる」っていう感じなんですけど、まあそんなゴリラのモノマネやったことないじゃないですか。だから自分がどんだけできるかっていうのも分かってない状態で、でもこれは振り切らなきゃいけないっていう企画なんだろうなっていうのは分かってて、でちょっとなんだ可愛らしく、控えめ、なんか草食ゴリラ、もう草食ゴリラぐらいでいくか迷ったんですけど、ちょっとここは振り切らなきゃいけないんだろうなと思って、全力でゴリラをやったらなんか見てられないぐらいの顔面になってしまって、人ってこんなになんか人中伸びるんだっていうぐらいなんか伸びてしまって、本当になんか日村さんとかもなんか言っておっしゃってたんですけど、すごいファンの方、まずは私は一番に思ったのが、やってちょっと後悔、思った以上に見てられないっていうので、ちょっとおうって感じだったんですけど、ファンの方に押していただいていて、こんなこう押してて大丈夫かなって思わせないかなってすごい心配してたんですけど、皆さんちょっとメッセージとかでなんかコメントとかで「そんなことないよ」ってすごい全力でやってて、すごい「さすが推しメン」って思ったよって優しいコメントをすごいくださったので、すごい私は元気になりました、ありがとうございます。めっちゃ放送されてオンエアの時とかめちゃくちゃしょんぼりしてて、うわーいやーって思ってたんですけど、すごい皆さんがちょっと思った以上に褒めてくださって、ちょっと元気出ました、ありがとうございます。すいません本当、そう、そんなことないよ、ありがとうございます。普段は私ゴリラじゃないんで大丈夫なんで、ちょっと応援してくださったら嬉しいです。そう、乃木坂工事中もね、みんなで一生懸命頑張ってるので、ちょっと応援してくださったら嬉しいなと思います。ちょっとなんかね、まだまだ私もなんか腕力があるわけじゃないんで、ちょっと失敗することも多いと思うんですけど、なんか成長過程見ていただくっていうね、感じで温かい感じ、ほんとぬるいとかじゃない、生温かい目で見てください。そうそう、よく頑張って、ありがとうございます。はい、ということでね、来週には後編もね更新されるので、正直後編何やったか覚えてないんですけど、私じゃないのかな、誰が何やったかも覚えてないんですけど、きっと多分私めちゃくちゃ笑った記憶があるので、面白いのでぜひ見てください、皆さん後編も。なんだなんだ、後編もゴリラやった、いやいやそれは分かりませんよ、後編もぜひぜひご覧ください。何何、無知の論です、ありがとう。なんだい、さコメント読むのが久しぶりすぎて、ちょっとさ、どれを伐採するのか分からないんだけど、ちょっと頑張ります。こっちを読めばいいのか。なんか初心者すぎない？ごめんなさい、ちょっと人見知りしちゃって。あ、抜粋ね、抜粋、あ、合ってたんだ、じゃあ抜粋抜粋、そうそう、はい、ということで私はね、さっき書いてくださったんですけど、ストーンアートも見たよって言ってくださってありがとうございます。個人近況と言いますか、最近番組さんに出させていただいて、プレバトさんに出させていただいたんですけど、初めて私はアートっていうものに触れて、おばあちゃんがすごくプレバトさんが大好きで、私も一緒に見ていて、お父さんも見れない日は録画するぐらい大好きなので、
俳句をね、いつも教えてもらったりだとかね、すごく大好きで、その番組さんだからおばあちゃんを書かせていただいたんですけど、ストーンアートで、すっごい不安で、もう本番までずっとこれは才能ありか才能なしかどっちなんだろうってすっごい不安だったんですけど、ちょっとネタバレ禁止だから言っちゃいけないけど、放送されてるんですけどね、まあちょっとね、ちょっとハッピーな結果だったんで、ぜひ皆さんありがとうございました。なんかうまく喋れないんですけど、はい、浜田さんとお話しさせていただきまして、はい、嬉しかったです。お会いさせていただきたいなって、夢のまた夢だったので、実際お話しさせていただいてすごく優しくて、もう共演させていただいた皆さんもすごく優しくてありがたいなって思いました。ね、また出演できるように頑張りたいなって思います。でもアートって難しいなって思いました。こうやってね、筆を使って何かを描くっていうのはすごい難しいなって、鉛筆とはまた違うので難しい。ひね、そう、お会いしたいなって思っている方はいますよ。あ、じゃあ聞いてほしい。なんかこの間さ、みゆちゃんと会って、でその時にお弁当が横にあったんですよ、みゆちゃんの後ろらへんに。でそれでなんかその私、みゆちゃんの後ろ通った時に、なんかめっちゃいい匂いするって、お弁当の匂いをなんかいい匂いって私思ったから、なんかめっちゃいい匂いする、お弁当のって言いかけたんだけど、その後にみゆちゃん間髪入れずに「みゆかな?」って言われて、お弁当の匂いなんだかって思ったけど、めちゃくちゃ気まずくて言えなくて、いや、みたいなこと言ったんだけど、なんかまあ嘘つけないから、ごめん、お弁当のいい匂いの方だったって言ったら、みえちゃんが、わーってなっちゃって、すごい気まずかったっていう、全然何の話だよって感じなんですけど、みえちゃんはもう素でいい匂いするんですよ。みえちゃんって、なんか、匂い系何もつけてなくても、もう本当存在からいい匂いするんですよ。だから、あの人すごいなってめちゃくちゃ思います。羨ましいです。そう、知らんがなって そうですよね。そう、急にちょっと思い出しちゃった。メンバーにおあのあ会えるのすごい嬉しいんですよ、私は。だから楽しくて、最近もやっぱりね、ライブがもうすぐ、飛鳥さんの卒業ライブがもうすぐなので、メンバーさんとみんなでリハーサルとかもするんですけど、もう会えるのもすごい嬉しいですし、あ、最近飛鳥さんの YouTube ショート、私が飛鳥さんと YouTube ショートを撮らせていただいたのが公開されたんですけど、それでね、カメラのフォルダの中を飛鳥さんで大埋めにしたいっていう私の夢を叶えてくださって、でもやっぱめちゃくちゃファンなんで、すごくなんかめちゃくちゃ舞い上がっちゃって、飛鳥さんに落ち着いて落ち着いてってすごいずっと 言われてたぐらい、すごい、あ、どうしよう、可愛いです、可愛いです、あ、どうしようってずっとね、一人でね、なんかあわあわしてた、あーってずっとあわあわしてたんですけど、可愛い飛鳥さんがいっぱい撮れたので、皆さんもぜひ見てみてください。めっちゃ可愛かった。やっぱりね、私ずっと前からやっぱ好きだったので、直接お会いすると目見れないんですよね、本当に。可愛い人の目見れないんですよ。ちょっと陰湿まで立っても、メンバーもね、1週間ぐらい経つとね、また人見知りしちゃうんで、そう、夏休み明けとかめちゃくちゃ人見知りしちゃうんで、私そう直さないばなって感じなんですけど、みんな可愛くて、意外って言われる、私もともと乃木坂好きって言うとすごく意外って言われるんですけど、割とめちゃくちゃ乃木坂好きで、はい 西野七瀬さんとかも好きで、そっから雑誌を買い始めたりとか、ドイヤさんの付録のさ、がついてるのすっごい好きで、多分今でも持ってるんですけど、その付録、それぐらい好きなので、お見知りおきよ
はい、ということで、あ、そうそう、あのオンラインミート&グリートもね、今週の日曜日もあると思うんですけど、6月18日にあのリアルイベント幕張メッセであるので、ぜひあの直接お会いしたいなって思います。私初めてなのでちょっとあの緊張しちゃうと思うんですけど、あの一緒に緊張してくださいっていう感じです。あの、はい、でもできるだけ、できるだけっていうか全力で楽しい空間にしたいなっていうふうに思うので、皆さんぜひ会いに来てください。楽しみにしていますはいはいはい。あとさ、何言おうかね。あ、でもさ、もうそろそろ宿題しなきゃいけないのかな。え、もうそろそろ宿題、あ、じゃあもうそろそろ宿題したいと思います。じゃんじゃん、なおえさやのモノマネしてというやんのモノマネを頼まれまして、ちょっと頑張ろう。なんだろう、ちょっと、うん、あ、いい、行きます。さやはなんでとかかな。日常はそうです。他は何があるの、他何があるの、やんちゃんって。なんかモノマネ特徴みたいなのあるのかな。でもずっとさやはってずっと、やんちゃんって結構甘えん坊さん、あ、意外だと思うんですけど、結構大人のなんか醸し出しているんですけど、結構甘えん坊さんで私の隣にくっついてきたりだとか、あのそれがまた可愛いので、あの結構は、でも長女なのでしっかりしてる部分はもちろんあって、私もすごく頼りにしていて、やんちゃんのことを道案内してくれたりとか、すごいしっかりしてる部分あるんですけど、でもなんかやっぱり甘えん坊さんの部分もあるので、そのギャップが可愛いなって思いますよそう、あとすごいね、なんかなんだろう、発想、なんだろうな、展開力っていうのかな、なんかこれやってみようって思ったことを行動に移すのがすごく早いなって思うので、なんか見ていて楽しいなって思います。やんちゃん、やんちゃんがお家行きたいって、そう、違うの、あのね、別にやんちゃんだからあのダメだとか言ってるわけじゃなくて、なんかその日タイミング悪いんですよ、あの方。なんかめちゃくちゃ、うわー、このあとダメだなっていう時とかに、ね、今から行っていいって言われるので、ちょっとそれはね、今はちょっと難しいかなっていう時が多いだけで全然いいんですよ。だから来てください、やんちゃん。あ、田中ったんでぜひ棚を見に来てください。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い棚買っちゃって、あのハンドメイドっていうのかな、ハンドメイド、メイド、なんか、なんかメイド系、なんか難しいんだけど、多分メイドをっていう棚を買ったんですけど、めっちゃ、あ、田中じゃないです、田中った棚買ったんです、ごめんなさいね棚買ったんですよ違う、あの棚を買ったんです。でそれで、あのめちゃくちゃ可愛いメイドの感じなんで、ぜひ見に来てください。あと、あのね、ちょっとグリーンがかったベージュみたいなホワイトなんですよ。だからめちゃくちゃ可愛いので、あの本当はね、お家を中に入れたいなって思って買ったんですけど、棚のなんか高さがお家と合わなくて、あのお家入れられなくて、今一番上に置いてるんですけど、あ、オーダーメイドみたいな感じなのかな、なんかそんな感じ、なんか作ったよっていう、人任せの作ったよっていうやつです。だから元々作り上げられたものじゃなくて、なんかいろいろこれやりたいな、これやりたいなっていうのを人任せにして届いた棚なんですよ。だからめっちゃ可愛いので、なんか
カントリーっていう感じなのかな、雰囲気的に言ったらナチュラリーっていう感じの棚なんで、ぜひ皆さんもよければ見てください。見れないか、難しいよね。あ、カスタマイズね、そうそうそう、カスタマイズしました。カスタマイズなのかな、わかんないけど、そう、来ました。嬉しかったんですよ、なんかいつ見ても惚れ惚れしちゃうなっていう棚なんで、そう、嬉しかった。はいはい、あのね、結構やること全部終わっちゃった。 あ、終わってないわ。次回メンバーさんへの宿題出さなきゃいけないな。あの、じゃあ、あの次回メンバーさんへの宿題出したいと思います。次回のメンバーさんはドロ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 ダン、富里奈央ちゃんです。なおなお、なおなおですよ。なおの次はなおですということで、なおちゃんが来ますということで、皆さん何をしてほしいですか、なおちゃんに。アンダーライブ見に行ったんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、ほんでもうスタイルもいいし、なんか一瞬で分かっちゃうし、あれ富里ちゃんじゃないとか思っちゃうし、なんかめちゃくちゃいいですね。なのにすごく年齢を聞くとびっくりするぐらいの年齢だし、なんか未来がすごく明るいんだなって思います。何、何なん、何がいいんだろう。なおもち、そうそう、あのさ、なんかさ、誰、ヤクバだっけ、誰かがさ、なんかもちって言ってて、もちってすごい最初思ったんだけど、あ、なおもちのもちかと思って、あの急にさ略されるとさ原型のやつ分かんなくない、なんかもはやミンゴもそうだけどさ、すごいなんかすごいね、省略されると難しいよね。どうする、何にする、何にする、炭水化物なんだろう、何にする、うわ、何にする、うーん、どうしよう、ダメだよ、そんな、なおちゃんには可愛いのやらせてあげたいんだ、やらせてあげたいんだとか、何にする、何にしよう、どうしようどうしようどうしよう、ちょっと選べない、服のこと、早口言葉、何ラッパのモノマネって何、モノマネ得意なんだ、どうするどうする、あ、ぶりっこしながら可愛い一言よくない、あ、どうしよう、そうしようかな、しかも見つけちゃったんだけど、なんか可愛いカチューシャとかいっぱいあって、この部屋に、だからちょっとそれはご自身で選んでいただいて、可愛いカチューシャをして、可愛い、アニマルカチューシャをして、で、かわいい一言、ね、押し売りすぎかな、かわいいアニマルのかわいいはやめようじゃ、アニマルのカチューシャをしてかわいい一言にします。よし、こうしました。皆さん同意ですか、イエス、ありがとうございます。なおちゃんへ、やばい、もう終わっちゃう、ねちょっと終わっちゃう、バイバイ。皆さん、最後の一言言います。脱ぎ帯終わりの時間です。次回の脱ぎ帯の配信は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。明日のお相手は、富里奈央ちゃんでした。さよなら。